コレオまたはコレオデトロスはベネズエラ及びコロンビアで見られるロデオに似た伝統的スポーツ。複数型はコレオスまたはコレオスデトロス。その起源は16世紀中盤にまで遡る。馬に乗った少人数のレネイロが漫画でコレオと呼ばれる細いコースの中で高速で牛を追い込んで倒すチリで行われるロデオに似たスポーツである。プレイヤーは男性はコレアドール。 女性は、コレアドーラと呼ばれる。コレオは通常大きなイベントや宗教的行事に伴う祭事として行われ、ギャノと呼ばれる平原地帯を中心に、ベネズエラのほとんど全土とコロンビアの一部では一般的に模様されている。また旧大コロンビアにあたる地域を中心に、メキシコ、ブラジル、ニカラグア、キューバ、ペルーやパナマのそれぞれ一部でも模様されている。 コレオの世界選手権には、ベネズエラ、キューバ、メキシコ、コロンビア、パナマ、ブラジルが参加している。屋内の漫画でコレオ。コレオは落としとの後ろに数名の馬に乗った、コレアドールとお牛とをそれぞれ入れた状態で開始される。このお牛は参加者の技量や年齢によっては子牛に置き換えられることもある。お牛との先には、約100メートルの両側を高いガードレールに囲まれ、 表面を土で覆われた道場の漫画でコレオが繋がっている。審判員の開始の合図によってまず牛が放たれる。この2、3秒後に今度は馬に乗ったコレアドールが牛を追い立て始める。コレアドールは牛の尻尾を掴むことができたら尻尾を掴んだまま馬のスピードを上げ続け牛を転倒させる。コレオはこの牛が転倒するまでの時間の短さを競うものである。コレオは 危険なスポーツであり、多くの参加者は男性であるが、女性のみの参加者で、これをが行われることも珍しくない。非常に攻撃的なスポーツであり、また最低限の防具しかつけずに高速で走る馬に乗ることから、プレイ中の事故も少なくない。さらに、観客がガードレールの上に座って見物していることもあり、興奮したり酔っ払った観客が、コレアドールや牛の上に落ちたり、 馬や牛に跳ねられる事故もある。ベネズエラには、ベネズエラこれを連名が存在する。またコロンビアにも、同様の組織がある。また、ベネズエラには、約40人のプロのコレアドールが生活しているが、はるかに多い数のアマチュアが存在し、ベネズエラ全体で見ると、コレアドールの多くはアマチュアである。ありがとうございます。